神に乗らせていただきましょうね。本来ですここ生の本マグロが持ってるんですが、本日はなんと高級魚のスマが持っております。はい、スタートです。お願いします。あの皮が柔らかいお魚なので、できればよかったですけどね。もう一つはあの26年生まれの人工飼料から卵を取って、今年の春生まれたものはあの人工生産魚ということで、あの完全養殖が完成できたということで、あの資源や生態に優しい、まあ、養殖を実践しているということで、あの販売面でも有利に展開できるかなというふうに思っています。